久々に現場来ましたね。二階道場の足場班、誰が一番嫌いかチェック。初めてのことで嫌いですかチェック。誰のことを嫌いって言うとお茶屋さんで、誰のことをどう思うかっていう話をさっきしてもらう、そうしたら大勢の方で師匠の話を今日君も盛り上がったね。ケンちゃんからどうか。ケンちゃんどういう人ですか。悪口とかじゃないね。どんな人ですよって。ケンちゃんこういう人ですよって。いや、いいことだけ言うやつも俺嫌いなんだわ。どんな人、うん、遅刻を。遅刻を、遅刻を。ああ、なるほどね。他にも。悪口100個言え、最低。最低悪口100個言え。自分の意見を曲げない。ああ、曲げないな。いい意味でも悪い。いい意味でもない。悪い意味でもない。なんでもそれな。なんか、ケンちゃんだろ、あれ、指導として。ちらっと見とったもんな。なあ。ケンちゃんだろ今、うん、自分の意見を曲げないっていうか、こう話しても、うん、いや、いやっていうばっかり。あ、そうそういや、俺はこんな風だからみたいな。そういうのなんていうか教えてみましょう。視界が狭い。視界が狭い。こんなところから見てごちゃごちゃ言ってるけど、お前、俺そんな話していいんだって。僕ちょっと目線を高くしろって。下ばっか見てるからあれ。またなんか投げられるよ。ほらあと他には、他にはなんかエピソードあるの。じゃ酒を飲んだら次の日絶対遅刻。 100% だろ、ケンちゃんな。なるほどね。言い割に自分に対して甘いわ。そうそう。違う、ケンちゃんじゃない。違うか。まあ、遅刻はするけど、そういう以外は全然ルーズじゃないよね、なのか。全般的にルーズなんじゃないですか。結論。お前の言う人の話もこっち言わんようにして自分守ってんだよ。いやいやいや、言いますね、言いますね。ターゲット2、タケは、タケ、タケス。イメージがない。お前もちょっとなんかへこんどるよね。言われる前からもうなんか、いや、言ってもらえないんだみたいな。お前なんか、あはっ、ハート弱、激弱。クソメンタル、クソメンタル、クソメンタル。もう弱いの、ハート弱いの。弱すぎです。もう言われたらちょっとフションってなるっていうか。厳しいだろ、本当だ、厳しいだろ。いや、おしゃれのどうでもいいっすとか言って言うけど、めちゃめちゃ厳しいよな。かまってちゃうんだよな。めちゃくちゃ師匠もかまってちゃうんだよ。だいたい身長高いやつかまってちゃう。そう、マジで。確かにそうだな。思ったんですけど、身長高いやつメンタルも弱いですよね。折れやすい。折れやすい。身長高いあるあるだ。いっぱいいっぱいの人だよ、顔が。まあ、なるしかないみたいな面白いね。いや、あの会議の時あったじゃないですか、物損の会議の時。あの後、相当へこむかさ。俺が悪くないので。うん、そこへこむ。こっちなんか、ぐるぐるになって聞き違えること多いよな。別にお前責められてねえよね。そう。確かに、なんか、バーって言われたところも、気にしとって。お前そんな動画的な、絵的なやつ狙ってくなよ。それなんかちゃんと反省してできるところはもちろんやってるし、うん、焦って要求してるわけでもないですし、うん、気をつけてはいるんですけど。慣れてないんだ。慣れてないな、あれ。ほら、あれもう慣れだからさ。トシ君は誰かを攻撃して自分を強く打ちたいなって。弱いメンタルなんですって。誰かにちょっとダーってやって、ちょっと自分がピシッて見せたいもんね。別に悪意はないんだよな。なんかひらめいたことがあったら、それを言い出すんだろう、はい、ひたすら。いつの間にか。お前、それが言ったんだろ。いや、めちゃくちゃ。トシ君のせいでしょ。聞いたんだろ。じゃあ、トシ君にしようか。最近なんで YouTube でのコメント欄よく言われる。それは、あの、多分社長の一件から多分ずっと気にしてる。あ、俺が多いって言ってやる。なんで出たくないなら出なくていいよみたいな感じだったじゃないですか。それで、だったらもう出なくていいよみたいな感じで、分かったよ、で終わったじゃないですか。だから俺がもう去って突き放したもんで、そうそうそう、チーンってなっちゃったこと。そうそうそう、
その時は基本的な問題はコメントで叩かれる。コメントで叩かれる。これ使われる。使われるぞこれ。確か怒るぞこれ。トシ君、見てる見てますよ、絶対に。トシ君、俺ここでじゃあ言いたい。トシ君がね、見とるぜって、うん、インスタライブで出られてるだろ。あ、今はあれですよ、出てくるの TikTok やっとるよな、ちょこちょこな。なんで YouTube でじゃあ出てくださいって言ったら出てくれるかもしれない。別に頼んでるじゃない、お前頼んできたら出したる。逆にじゃあ、リュウジリュウジ君、あいつもだよ、お前も厳しいだから。キュウジ、あちょっと厳しいだから。キュウジ、あちょっと、キュウジ、キュウジ、あちょっと、早がりし、早がりし、キュウジ、あちょっと。じゃあ俺は急にこんなことだよ。悪意しかないかも。今までに全部悪もない。で、そういう家のところがお前ら弱さじゃない。もうよく取っとけよ、顔は。僕風邪ひかないみたいな。僕絶対風邪ひか、お前小学校でずっと半袖半ズボンで表彰されたやつだろ、お前。絶対表彰されたよ、お前。で、この前なんか入ってきたばっかなもんで、分かるの動画通りすぎて、あんまり。ああ、そのまんま。そうです。ああ、でもそれめちゃくちゃ言われるっすね。動画通りって言われるっすね。あったそれはみんな言われるじゃん。俺も言われる。え、言われます、動画通りって。だって動画通りじゃないの、動画通りじゃないの。いや、そのいろんな面がある。そう動画の前はちゃけ撮るのが多いけど、逆に言えば、それ動画通りっていうのは褒められてないよ。カメラ向けられてもやる気出してないってことだもんね。いや、それは違いますよ。悪い時は違いないよ。もうその状況に合わせて。俺これ言ったのディスになっちゃう。そういうことだろう。だって俺は仕事中とかそんな、なんか俺がもうパソコンやるんだから、ヘイヘイワーイ、ラジットーとか言ってアリーナーとか言って、お前仕事しちゃったらおかしいだろう。自分とか言ってました。自分とかおかしいじゃん。だからこいつはだってカメラ向けられてもそのまんまなので、ちょっと褒めてないよな。でもこれ今褒められるあれじゃないですよね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。お前が言ったらいいじゃん、先輩が。見せたれよ。抜くっすか？意外と頑固だなって。ああ、もう顔戻しちゃった。変わんない。絶対変わんない。さっきから、ちょっとさっきから撮ってるけど、全然変わらんもん。意外と頑固なとこがあるな。あ、頑固だな。あ、そうだな、頑固だな。なんかでも昔はそんな感じなかったんですけど、難しい、まあ、自分の考え方があるみたいな。俺もそうだけど、どっちかっていうとやっぱ同調圧力ってあるじゃん。あんまりないよな、お前な。確かにないですね。うん、同調圧力ないな。自分の世界観はあるよな。わがままっていう意味じゃないよな。自分の考え方があるみたいな。飲みに行くって言っても、まあ行かんときは行かないみたいな感じだったよな。自分の世界観みたいな感じだな。ちょっと違う。なんだお前。じゃあまとめろよ、俺一生懸命喋ったっとんのよ、なんかね。僕一緒に現場行ってた時やった。ああ。まあ現場の内容、内容を僕は監督さんに聞いたんですけど。現場の内容、仕事で。そうです。足場。打ち合わせを流したとかね。そうです。で、多分他にもその前には打ち合わせしてたんですけど。ちょケンちゃん、すいません、カメラ回しとる。いや、なんか煙突みたいなのがすっごい返ってくるじゃん、この声から。めっちゃ聞こえるもんね。で、こうカンタがまた声ちっちゃいもんね。後ろの声がめちゃくちゃ聞こえる。じゃあカメラに多分全部入っちゃう。もうちょっと待って、もう4、5分で終わります。もうある、もうある。お前が聞いた話と、もうお前はこういうふうにやってって言われて、監督と。で、リュウジにもその監督が話したんだけど、段取りを。なんか違うみたいな感じ。なんで俺に。お前が賢いとやつが、お前ヨタ話もできんのか、お前バカ野郎、お前難しいな、伝わりづらい。まあでも、その僕が聞いた内容と違ってたんで、違いますよって言っても、いや俺違うよみたいな。直接監督に聞きましたよって。俺も聞いたって。
うん、それ聞いてねえじゃない多分結局と違った嘘その話覚えとんだ。いや覚えてないですお前それ確実に悪口ですよね今ちょっとなちょっと食べ物やばいちょっと今食べ物なもん出しちゃうなやばいっすねでそれで間違っとってごめんなさいって言うの、うん、それ悪口だよで一歩が近くやばいっすよやばいっすよ悪口だろ今のどう思うディスっすねディスっとるよそれで謝ってんだろはいあれ変わっとる変わっとる俺が間違っとるまあまあぼちぼちなちょっとくだらない話になっちゃいますまあでも仲いいよなうち俺今日ちょっとショーとこいつの隠しっていうそれちょっとねあのこれランチ食いながら職人飯で多分パテとカンタで動画撮ったんだけどなんかこいつが結構ショート出したのでやめるって言ったらしい最近1週間のところぐらいでそこから2、3日現場ずっと一緒にいたショーが気使ってなやめるって言ったのやめるかもしれんっていう話をカンタ君にして、うんうん、なんでやめるって言ったのちょっといろいろありましてなんでやめる俺聞いてないからそんなめっちゃメンタル弱いじゃないですか、じゃあこっちかなやっぱりクソメンタルどこだよ、クソですよね、お前やめることでしたよ、間違っとるじゃんそれで学ぶことだろ、じゃあ逃げ出したら終わりやんそんざかかるじゃんじゃあほんで、今度、それを見てもらったら面白いんですけど今度ガチの話聞いてるからそれをドッキリ仕掛けましょうみたいなあ、はい、で今週中にやれよって言ってるんで、はい、じゃあ力合わせで隠し撮りしてるんでね、はいはい、ちょっとまあ仕事してるもうメッシになっちゃったなチャンネル登録いいねよろしくお願いしますお願いしますまたねー